三菱、パジェロ、パジェロ、パジェロは三菱自動車工業が製造、販売する SUV である。RV ブームと呼ばれた1990年代に販売台数を大きく伸ばし、日本での四輪駆動車の代名詞が同社のジープであったこともあり、パジェロの故障も世間で広く認知されるに至った。パジェロと一致して語られることの多い市販車。 無改造部門を含むパリダカルラリー、通称パリダカ、イカパリダカと表記に数多く参戦し、優勝を含む高成績を残し EU、アフリカ、中東での知名度も高い。また、プラウリアやディグニティの販売が途絶えていた機関、三菱自動車の国内におけるフラグシップモデルとして位置づけられたこともあった。全車種が岐阜県カモ坂保町にある 三菱自動車の子会社となるパジェロ製造で製造されている。人口が1万人に満たない道庁の税収の大半を道社が占めている。と、坂保議長がパジェロの街と言われるゆえんである。特産物としてパジェロが道庁のウェブサイトで紹介されるほどである。ラダーフレームや前後のサスペンションメンバーなどの車種は道社のフォルテ用をベースとしてフロント車軸を エンジン重心よりも前に置き、前後軸重比50、50のフロントミッドシップ構えとした、フロントミッドシップ構成は、歴代パジェロにも面々と受け継がれている。ただ、他社 RV 車両などに比べ、フロントアクスルが前になるので、自社前輪で跳ねた泥水が、自分の車のフロントウィンドウにかかりやすいという、パジェロならではの欠点でもあった。ボディは、まず、 貨物登録のメタルトップバン及びキャンバストップが発表。後に常用登録のメタルトップアゴンとシャーシとボディを延長し3列目シートの居住性と乗降性に配慮しハイルーフ化されたロングが登場し、パジェロの代名詞となる常用登録主体のラインナップが後から完成した。また、ロングはハイルーフ先行であったが、ルーフを低く抑えたミッドルーフアゴンが追加れ、 それが販売の主力となった。当初は 4D55 型 2.3L 直列4、気筒サイチェシーディーゼルエンジン、75PS と同ターボ付き、G63 バイト型 2.0L 直列4気筒サイチェシーガソリンエンジン、110PS が搭載された。マイナーチェンジで、G63 バイト型 2.0L 直列4気筒サイチェシーガソリンターボ、 145PS が追加された。後期には、ディーゼルターボが 2.5L へ拡大された 4D56 型、85PS へ変更となり、ガソリンエンジンも 6G72 型 3.0LV 型、6気筒サイチェシー1 2バルブ、150PS も登場した。後に、常用登録者の 4D56 型は、インタークーラーターボ付き、 94PS となった。サスペンションは、当初はフロントが、ダブルウィッシュボーン、トーションバー、スプリング式独立喧嘩、リアが、ハンダエンリーフスプリング式車軸喧嘩を採用。後にスーパースポーツとワゴン系のリアが三リンク、コイルスプリング式車軸喧嘩に変更された。後輪駆動ベースに、トランスファーを介して前輪に駆動を伝える、FR ベースの 4WD システム。 トランスファと一体化した複変速器を内蔵したパートタイムの駆動方式が採用された。そのため前輪部にマニュアルで駆動をアン暗フするマニュアルフリーハブがついている。後に乗用を中心に置とフリーハブを前輪車軸に搭載する車種も多い。前進回転の駆動が車軸にかかると自動的にロックされるハブ。逆に 4WD にシフトしていても車両を交代すると ロックが外れ FR になってしまう欠点もあった。居住性、操縦安定性、動力性能がさらに高められ、世界初のスーパーセレクト4 w d やマルチモード ABS などが採用され、走る曲がる止まる能力を高次元でバランスさせる三菱のオールホイールコントロール理念が完成の域に到達した90年代国産車のすべて三 a 処方43ページ参照。 G シリーズ、キックアップルーフ、J トップ JS ただし、エンジンは 2800D と6 g 成分に、24、バルブ、ロングボディ、ZRS をベースにした、リミテッドエディションは、フロントグリル、ヘッドライトエクステンションのメッキ化、ドアアウターハンドル、ドアミラー、ホイールリップボールのカラーキー化、サイドステップの追加など、上級グレードであるエクシード系に準ずる外観にした。 ショートボディ、VRE をベースにした、ヘッドライトエクステンション、ドアアウターハンドル、ドアミラーのメッキ化、スペアタイヤガーニッシュ、ホイールリップモールのカラーキー化、さらに、18インチ10本、スポークアルミホイールを施し、木目調加色とブラック内装を特別に、組み合わせるなど、ロングボディの最上級グレード、スーパーエクシードに相当するような内外感とする。ショートボディ、VRI に、 要望の多かったヘッドライトエクステンション、メッキ、フロントグリル、カラーキー化したドアアウターハンドル、ドアミラーといったアイテムをセットにして、化設定した。ショートボディ、VRE、ボディロは、レッドメタリックをベースに、チームレプソル三菱ラリーアートのカラーリングを、スポンサーロゴ、レプサル、ベレオや、チームロゴ、三菱モーターズ、ラリアートなどのマーキングフィルム、 ステッカーで再現した。また、マットフラップ、レッド、前後アルミ製スキットプレートの装着やラリアート射精、ホイールセンターキャップを付けた、ダークグレー色のアルミホイールの採用によって、ドーラリーを1から2フィニッシュで制した、バジェロエボリーションを彷彿とさせる外観を実現した。上級グレードのロングボディ、エクシードをベースに、7インチワイドディスプレイ、HDD ナビゲーションと、 三菱車としては初めて地上デジタル TV チューナーを標準装備し、またフロントグリル、ボディカブ、スペアタイヤガーニッシュなどの外観パーツをボディカラーと同色化することで SUV でありながら都会的で洗練された外観を実現する。時期型の有無について三菱自動車は明言していないがパジェロを連想させるコンセプトカーは登場している。 ファクッツフィグユス2005ファクッツフィグユス2008ファクッツフィグユス2011ファクッツフィグユス2015三菱モーターズウェブサイトを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。